お元気ですか。始まりましたアップカミ、ラベンダーの岡田まりなです。ビタースイートの長谷川萌実です。松原健史です。アーティストや制作現場にいろんな角度から密着、新たな魅力に接近してお伝えしていく番組、それがアップカミです。この番組だけの貴重な映像をどんどんお届けしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。さて今回はですね、はい、紅葉にアップカミということで、これから紅葉のシーズンですが、子供の頃は紅葉って正直あんまり楽しくなかったりしませんでした。はい、まあ、夏の方が圧倒的にいろんなイベントがあるんですが、まあ、紅葉を楽しむ気持ち、まあ、大人になってから私も感じたように思うんですけど、はい、松原さんいかがですか、紅葉とか。紅葉ね、やっぱ京都とかね、はい、やっぱ有名ですけれども、紅葉とかね、僕のふるさと静岡は大井川鉄道に乗っていくと須磨田峡っていうところがあってね、温泉街なんですよ、須磨田峡温泉で、そこに行くとやっぱり山の中がバーッと紅葉してて、で夢の吊り橋かな、吊り橋があって、その下がもうエメラルドグリーンの、なんていうんだろう、池じゃないな、川、とにかくね、そのなんか紅葉とその色の、ね、コントラストっていうか、なんかすごいね、いいんですよ、ほのぼのとしてて、はい、温泉もいいですしね、ぜひ行ってほしいですね、皆さんにも。また今日そういうスポットとか行ったことある？紅葉スポット、スポットはないんですよ、本当、私もまさに小さい時全然紅葉の良さとかわからなくて、いや木だったら桜見くらいじゃないって思ってたんですけど、でも最近本当に何、桜見、桜見、お花見でしょ、お花見だ、お花見初めて聞きました。まあいいなって宇宙席から思ってたんですけどね、もみじはちょっと分かんないなって思ってて、ね、でも上京したあたりから、新潟に行く新幹線の途中で山にすごいもみじとか綺麗に生えてて、なんか物悲しい感じとかもこう気持ちの面もあったんでしょうけど、それがすごく綺麗に映ったんですよね。それからももみじが好きです。なるほど、はい、私関係あるか分からないんですけど、個人的にめっちゃ銀杏好きで、もうほんと銀杏大好きなんですよ、でなんか胃腸から取れるんですよね、それを知って、すごい急になんか好きになっちゃって、葉っぱが、葉っぱがもう胃腸落ちてると本当銀杏探しますもん。でも朝落ちてる自然のところのやつを結構拾いに行ってる人多いですね。あ、いますよね、だから踏んつけたりすると臭いんですよね。そうですね、匂いが、食べるとあんなに美味しいのに不思議ですよね。シイの実とかどんぐりも実は食べられて、食べたことあるんですけど、シイの実はね、剥いて食べたりする、どんぐりはそのまま食べれないでしょ。なんか茹でるっていうか、全部茹でて中どんぐり団子みたいにしてるね。食べたことある、あるの、あるの、美味しい。なんか、まあ、どんぐりはまあ普通だけど、シイの実は甘い、甘いんだ、そうそう、まあ、これからちょっと、まあ、紅葉を見がてら、ね、そういう楽しみ方もね、楽しんでいただければと思います。はい、それでは今回もアップカミ楽しくお送りしていきましょう。はい、お届けするのはカントリーガールズの映像です。今回は9月28日リリースの最新シングルから涙のリクエスト、ミュージックビデオ撮影の裏側をご覧いただきます。どうぞ。私は今回の涙のリクエストの曲がハーモニーみたいな感じで、後ろでこうコーラスを歌っているんですね。
だからこう歌詞じゃない分手でどんな動きをしたらいいんだろうっていう風に考えたんですけど、なるべくアクションを大きく、そしてこうコーラスやっぱりうーとかあーとかなんで口の大きさとかを結構大きめにしてこう分かりやすく見えるように意識しました。みんなでバーって飛ばし合うシーンを撮ったんですけども、もう大変ですね。髪の毛とか口とかにその銀熱がついちゃって大変だったんですけど、すごい楽しかったなっていうふうに思います。こんなのやったの初めてなので完成が楽しみだなって思います。一番の感想か、私から年上の、3人はですね、結構、なんだろう、なんか曲調の割に踊ってるっていうか、曲調は結構、リズムもあるけど、こうゆっくりな曲だけど、結構踊るところはすごい踊ってるので、ターンとかに注目してもらいたいなって思います。あと、年下の3人はこうスタンドマイクを使ってパフォーマンスしているので、そこにも注目してもらいたいなって思います。Thank you.
ダンスでもサックスを使わせていただくんですけど、アルトサックスと違ってテナーサックスってちょっと重いんですよ。だからすごい持つのが大変で、なかなか上に上げるのが難しいんですけど、たくさんこれから研究していって、なんかかっこいい動きとかどん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 バリエーションを増やして、皆さんにお見せした時に喜んでいただけるようなアクションができればいいなっていうふうに思ってます。今回はすごいセットも明るいし曲調も明るいので、笑顔でだけど歌詞の意味も表せるような表情ができたらいいなと思っているので、そんな表情が出ているのかパフォーマンスの結果が楽しみです。もうちょっと船木さんのハードルを前に持ってくる。はい、せーの、ぴょん、せーの、ぴょん、ぴょんの1テンポ遅れていいですか。もう大勢、はい、それの方がいいです。はい、ふーはい、本番。はい、カット。じゃあ、それ吸い込まれていきますか。はい、そのまま。そう、はい、いきますよ。はい、よーい。はい、スタート。はい、カット。はい、カット。OK です。ありがとうございます。本日の撮影すべて終了しました。お疲れ様でございました。今回はですね、すごくもう全国民の方が知っているんじゃないかというくらい有名な曲をカバーさせていただいたので、まあ、そのイメージを壊さないように、なおかつカントリーガールズらしさを出せるようなミュージックビデオにしようということでみんな意気込んで頑張ったんですけれども、なんかすごく全体的にポップな仕上がりになるんじゃないかなと思ってすごくワクワクしています。そん なんかカントリーガールズらしいワイワイキャッキャした姿とかもぜひ楽しんでいただけたらいいなというふうに思います。完成楽しみにしていてください。ご覧いただいたのはカントリーガールズの最新シングルから涙のリクエスト、ミュージックビデオ撮影の裏側でした。カントリーガールズの最新シングルは涙のリクエストとどうだっていいのの2曲です。今回ご覧いただいた涙のリクエストは80年代から90年代前半にかけて絶大な人気を誇っていた、男性7人組ポップスバンド、チェッカーズのカバー曲です。はい、いかがですか松原さん。いや、もうこの大人気というか大ヒット曲をね、はい、また違うアレンジでガラッと変えてね、このアイドルのみんなが歌ってくれるとまた本当にね、これももちろんチェッカーズさんでも大ヒットしたんですけれども、はい、違ったこう、色合いというか、うん、楽しみ方がきっとまたチェッカーズで聴いてた皆さんも楽しんでいただけるんじゃないかなと思うし、そうですね、うん、こうやってミュージックビデオもね、うん、本当にみんなでなんか楽しくこうやってるのを見ると、はい、本当心がこうウキウキになりますね。そうですね。なんかやっぱ辛いことも苦しいこともいろいろ生きてるとありますけど、うん、なんかこう本当にね心がスーッとね軽くなるような感じがして、うん、とてもいいプロモーションビデオだなと思います。今回も衣装もすごいね可愛かったですけど、はい、うん、アメリカンな感じで、うん、ね、こう最初はアカペラで始まったりとか、うん、それからサックスが出てきたりとか、うん、すごいなんかミュージシャンらしい一面もすごい見れて新しいですね。カントリーガールズのシングル「どうだっていいの涙のリクエスト」は9月28日に発売です。はい、要チェックです。お届けするのはチャオベラチンクエッティの映像です。今回は8月2日に新宿ブレイズで行われた10周年記念のライブからトゥルーハーツファンタスティック4バージョン A をご覧いただきます。どうぞ。
違うのか。ご覧いただいたのはチョッベラチンクエッティでトゥルーハーツファンタスティック4バージョン A ライブ映像でした。この曲は現在発売中のアルバムアライブ4ユーに収録されている楽曲です。まあ、楽曲はそのままメンバー紹介になっています。ライブだとお客さんも一緒にメンバーの名前を叫んでくれるのでとっても楽しそうでした。10周年ライブということでメンバーの皆さんのテンション、会場の盛り上がりも最高潮でしたが、はい、松原さんいかがですか。いやもうチャオベラチンクエッティのね、うん、応援団の一人として、応援団の一人として、やっぱりいいですね。なんかやっぱり4人のそれぞれの個性のその自己紹介ソングで、うん、はい、みんな本当キャラクターも違って可愛らしいし、なんかね一緒に、いつの日かこの
ファンの皆さんと一緒に戯れて発信音とかね、そういう松原さんも見てみたい、モロリン、モロリンと見に行きたい、松原さんも見に行きたいですね。あ、それを見るの？それを見に行きたい。この無様な格好。いや初めて来た人でもすごい楽しめる曲ですね、うん、もうどういうかっていうのも、うん、分かりますし、うん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 、すごいいい曲ですね、はい、ちなみにですね、この日は約15分に及ぶ10周年スペシャルメドレーも披露されたんだそうです、まあ、10年って本当にすごいですよね。そうですね、まあ、チャオベラさんに名前がこう変わってからも、はい、すごいなんかこうまた方向性も変わって、そうか、ザ・ポッシブルから、うん、そうですね、チャオベラチックやってみて、はい、うん、まあ、ますますどんどんパワーアップしたね、はい、というわけで、パフォーマンスはもちろんですが、うん、メンバーの団結力もチョベラチンクエッティの最大の魅力です、うん、改めて10周年おめでとうございます。ありがとうございます。チョベラチンクエッティ First Album Alive For You Now On Sale。お届けするのはアプカミ独占のレコーディング映像です。今回はカントリーガールズの新曲どうだっていいの楽器レコーディング編をお届けいたします。どうぞ。
まったんじゃないですか、はい。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい。本当ですか、聞いてみます、聞いてみようかな、聞いてみます OK、 はい、はい、全員と思いますけど、なかなかいいですね、なかなか大丈夫ですか、きついでしょ、なんかそのキックが多分めちゃめちゃ正確なんで、そのキックとのスネア、キックとスネアとのあのなんていうんだろう、この位置がちょっと僕があやふやなとこがあるかもしれないですけど、うん、プレー的には大丈夫か、そうそう、だからキックとベースが打ち込みなんで、あ、ね、だからなんかちょうどね、マジックが取れてというか、うん、そう、ね、じゃあ一番問題のありそうな最後ケツね、ケツをだからタッタッタをタントンガイドを出せばいいんだよね、ガイドそこだけ、クックがそこ出てくれたら全然できます、そこだけいないんですよ、ああ全くのフリーテンポなんですよね、大体のとこ、そこのあの何回かやればできると思う、あとドンケツの締めか、ちょっと やってみます、はい、ベードラはないからシンバルとかやってもダメですね、もうスネアだけでフィルやります、ちょっと俺が早いですね、すいません、もう一回、はい、パシャーンがない方がいいのか、バッチリ来ためっちゃ嬉しそうめっちゃ嬉しい、今決まったね、決まったね、レコーディングで一番嬉しいことです、おはようございます、バッチリです、決まったよね、今ね決まったな決まったね、気持ちよかったな、髪がかってる、髪が勝ってる確かに髪が勝ってる、おおすげえもう勘でしかないけど、すごいよかった。来た、嬉しいなんか。来た。来た。うん。OK 終了。お、ってこと？終了。でしょうね。はい。はい、ありがとうございます。この曲は、ま、ブライアン・セッツァーですね。もうロカビリーテイストで、ちょっとだからかなりリアルに再現しようと思って頑張りました。それでまあ、ドラムもちゃんと取って、まあ、ギターも全部頑張って弾きました。
ご覧いただいたのはカントリーガールズでどうだっていいの、楽器レコーディング編でした。今回はギターとドラムのレコーディングをお届けしました、うん、はい、まあ、ロカベリーということで、うん、演奏にもスイングしたノリということで、まあ、本当に楽しそうなレコーディング演奏でしたね。アレンジャーの鈴木さんはじめ ねドラムの高尾さん、はい、でね、まあ、そういうテンポがね、はい、難しいんで、そのディレクターの方がね、はい、こうやって手振り身振りでこうやってバーって決まった時にはもう思わずこんな感じでももうすごいね、いい現場をハッピーなね、すごくハッピーになりました。もうドラムの高尾さん叩いてる時からもう表情もちゃんと気持ちもすごい入っててすごいいいレコーディング風景でした ね、こういうオケで歌える、ね、アーティストも幸せですよね。素敵な映像を見せていただきました。本当でしたね、はい、アップカミ独占のレコーディング映像企画、うん、次回もどうぞお楽しみに。寂しくて Stay free You're just the only monkey Sixteen boy Believe Everything must go Never lose your dream Stay free Just the only monkey Sixteen boy。 お届けするのは中島拓衣さんのライブ映像です。今回は8月31日にツタヤオーウェストで行われた公演から Baby Go For It をご覧いただきます。どうぞ。
単純な発想から決めどこまでが OK 今は勝利のお前ら最後なんだ君という港があるからこの地の隙間に光を溶かして Go away 太陽も雨も風もいずれ味方にしてやる君セグワンに向かうのだよ俺 Run away アスファルトの上に咲くビトクラに立ち合うよりビトクラに立ち合うより行け合うより Hey! Jump! One! 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 Baby go away! One! Baby go away! One! Baby go away!もうこの曲はあの本当にあのライブのどの場所で出しても絶対盛り上がってくれるそういう鉄板な一曲なわけですけどもう本当に分かりやすいパンクソングで、自分がめちゃめちゃ得意とする、それこそ曲書いたのが10代の頃だったりも、するんですが歌詞もすごく前向きでね、何て言うんだろう、まあトイドールズですよね、分かりやすく言うと。それがこう日本史が載ってで、なおかつその前向きな歌詞だったっていうこともあって、すごくそのファンの方もあの分かりやすく大合唱できる、そういうこう、何て言うのかな、まあ、自分にとっての安全曲だったりもしたんで、今回はライブの後半で、一番盛り上がるところで、プレイして、でなんかゴッドポップスターズカモン Baby go for it っていうところをお客さんが全員言ってくれるところがあるんですけど、そこの声も今までで一番大きかったと思うし、あれもなんかいつの間にか、お客さんが言ってくれるようになったっていう。だからこういう風に乗ってくれって僕が言うこともあるんですけど、いつの間にかファンの方がやってくれるようになった曲っていうのが結果一番いい曲なんだよね。いつの間にか生まれた振りだったり、いつの間にか生まれるそのレスポンスだったりするっていうか、まあその曲の運命を一番こう良くしてくれてると思うので、すごく自分自身も感動できる、そういう、パンクしてるなっていうね、トイドールズしてるなっていう、そういう曲でした。はい、ご覧いただいたのは中島拓衣さんで Baby Go For It のライブ映像でした。拓衣さんから今回もコメントをいただきました。Baby Go For It は2002年10月に発売されたミニアルバムスワンキーゴッドポップの1曲目に収録されている楽曲です。はい、まあ、今回もすごい素敵な楽曲でしたが、うん、ライブ映像ご覧になっていかがでしたか。ね、その自然とお客さんからね、その、はい、どんな掛け声がかかるというのはね、はい、本当にいい曲なんだっておっしゃってましたけど、本当にそうですね、なんかこうやってやってくれって言ってね、やってもらうもいいですけど、やっぱりそんだけね、みんなに支持されてる曲で、みんなが好きな曲なんだなっていう、っていうのも見てて、もう感じましたね。はい、ご本人もおっしゃってましたけど、結構本当にこの、あの日のなんかライブ映像を見ただけで、すごいなんか今までで一番声も出してたしって、確かにっていうくらい、なんか今まで全部知ってるわけじゃないですけど、本当すごかったよね。はい、もう一体感がありましたね。またあの、コール&レスポンスっていう、途中の掛け声の聞こえねえよっていうところからの最高だぜがすごい盛り上がりますね。そうですね、やっぱりね、取り入れたいですね。本当素敵でした。ちょっとツンデレやな、ツンデレな竹井さんですね。面白い。はい、竹井さんは10月にも蔦屋オーベストでワンマンライブを開催ということです。はい、タイトルは竹井中島2016エバーラスティングアンソロジーシーズン1、各年代の楽曲をフィーチャーして行われているこのライブ、どんな選曲になるのか注目です。お届けするのはラベンダーのライブ映像です。9月16日に新宿レニーで行ったライブの映像をご覧いただきます。どうぞ。
終了しましたけど、はい、マジであっという間やったね。あっという間でしたね。なんかスムーズな流れのセットリストだったんで。確かに確かに、うん、最初目だけでもあったけど、うん、そう、久々の曲あったし、リハ時間全然なかったけん、どうなるかと思ったけど、うん、なんかもう、やっぱり気持ちでいけたよね。気持ち、ここだよね、気持ちで。久々のライブやったのに、うん、久々がなかったぐらい盛り上がってたし、うん、すごいね、楽しかったんですけど、うん、最後に卒業する、うん、はい、シュルね、なんかそうですね、なんか今日で本当に卒業なんですけれども、また大きく成長して、なんかまたどこかで皆さんにお会いできたら嬉しいなと思っております。頑張りますよ、これからも頑張ります。まあ、3人になったメンバーも今日発表しましたが、12月24日にクリスマスイブライブが控えておりますし、まだ発表できんけど今後の活動もいろいろ決まっておりますので、皆さん3人のラベンダーも絶対に応援していただきたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいたのはラベンダーで9月16日に行った新宿レニーのライブ映像でした。はい、この日のライブでギターの魚住ゆきが卒業ということでですね、まあなんていうんですかね、ラベンダー的には、まあ、しんみりする空気ではなくて、まあ、本当にあのメンバー間でも別に今後もあの仲悪くてあの卒業するとかじゃないので、本当にあの私にとってもゆきちゃんはすごい何でも今まで相談してきた、結構なんだろう、お互いにずっと仲良し恋し してるわけじゃないんだけど、いざとなった時にやっぱゆきちゃんに話すっていうことが多かったような、うんうん、本当にお姉ちゃんみたいな人だったので、うん、今後もなんか迷ったら絶対話すと思うし、そうだね、むしろ元メンバーだった方がなんか話しやすいことも今後多分増えてくると思うんですよね。今までメンバー同士だから言いづらかったこととかも今後になって、はい、まあ、あの話せることもあると思うので、はい、まあ、全然なんかもう楽しく頑張ってほしいという気持ちで、ウォーちゃんはラベンダーの相談役みたいな感じで、そうですね、アドバイザーとか、アドバイザー的なね、まあ、今後あのいい、ね、もしあれなん、あの、うん、ゆきちゃんが良ければ楽曲提供とかもね、あ、そうだね、もちろんありそうだね、してほしいなと思ってますし、ひとまずね、区切りのその、はい、まあ、ライブということで本当に皆さんね、はい、いろんな思いできっと聞いてくださったんじゃないかな、うんうん、そうですね、改めて本当に、はい、はい、来てくださった皆様ありがとうございました。私たちあのこれから、田中玲奈さんとそしてマリンと、まあ、3人で頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ今後とも応援よろしくお願いします。アップカミ、お送りしてきましたアップカミ、残念ながらお別れのお時間です。私はですね、あの最近山形に行ってきまして、はい、山形、あの新聞の、まあ、釣りの取材だったんですけど、はい、山形に行って、で山奥の沢をこう登りながら釣っていくっていう、結構過酷な釣りをしまして、もう本当に何て言うんですか、リポビタンデーの CM みたいな、結構崖みたいなの、そうですね、うんうん、を伝えながら奇跡をなんか登ったり、でも結構なんだろう、私って意外と虫とか嫌いなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だけど釣りの時だと結構もう完全防備しちゃうんですね、うんうん、全部を隠しちゃって、うんうん、そうなると結構強気になれて、うんうん、で顔もその日はもう全部蚊帳みたいなのを覆って登ったんで、うんうんうん、そうなるとなんか人って強くなって、うん、でも虫来ても全然関係ないんで、うん、こうもう草かき分けて行ったりとかして、なんかもう無人島生活みたいにすごい楽しかったんですけど、どうですか、こう山奥とかって行ったことある、うん、いや、もう本当遠足でしかないですね。そう、遠足だと多分ね、うん、結構安全な道をね、そうです、行くと思うんですけど、すごいサバイバルみたいですね。そう、もう所々に熊注意のその看板があったりとか。でもさ、そんなさ、あの防備してても、はい、クマ来たらね、そうですね、クマはね倒せないので、うん、クマは倒せなくて、でも最近だとそのクマをなんか巴投げしたとかいうニュース見たりとか、うん、なんか貼ったらなんか目を潰した、うん、誰ですか、勝ったとかいう人たちもいてでも危ないよ、決して真似しないでください。真似しちゃいけないと思うんですけど、はい、だから一応そのいつもクマよけのスプレーとかも
まあ、家族で行く時は鈴もいつもつけてやってて、ただあの凶暴化したクマっていうのは今食糧難で降りてくるクマは人間を本当に餌と思って来てるクマは、逆にそのクマよけの鈴が人間がいますよっていう合図になって生まれちゃって帰ってなんだ、来ちゃうっていう場合もあるみたいなので、やっぱりクマスプレーを持つことを私はお勧めしますね。この間あのうちのお父さんが試しにシューってやったら自分にかかっちゃったんですよ、うん、でその日一日なんだろう、枯れ巣の成分が入っててですね、あれ、ヒリヒリするってことか、クマにかけるスプレーなんですね。日光とかでももうヒリヒリしちゃうし、はい、温泉帰り入ったんですけど温泉でもうすごいやられてて、かなりヒリヒリする。だからその日一日中効いたので、やっぱりそれが目とかに入った場合ってもうすごく多分大変なことになると思うので、まあ、そのくらい効力が強いものだよということで、まあ、一応その山に行く方は熊よけスプレーを持って行った方がいいんじゃないかなと私はお勧めしておりますので、まあ、そんな感じでボリュームたっぷり話しちゃいましたが、はい、そろそろ本当に別れのお時間です。番組へのメッセージ、ソングプラス U への投稿はこちらから。それではまた次回のアップカミでお会いしましょう。お相手は松原健史と、ギタースイートの長谷川萌実と、ラベンダーの岡田まりなでした。さようなら。